あの日、星が降った日、それはまるで、まるで夢の景色のように美しい眺めだった。放課後？悪い、俺今日これからバイト。もうこんな田舎やだよ、こんな人生やだ。来世は東京のイケメン男子にしてください。どこ？そういえばずっと変な夢を見てたような気がするんだけど、別の人の人生の夢？なんだこれ。なあ、これって、なあ、これってもしかして、俺たちは夢の中で入れ替わってる？君の前前前世から僕は君を探し始めた。確かなことが一つだけある。私たちは会えば絶対すぐにわかる。言おうと思ったんだ、お前が世界のどこにいても必ず会いに行くって。あなたは誰？お前は誰だ？君の名は。